マスオ TV でーす。はい、今日はですね、ロサンゼルスで今ね、めちゃめちゃ流行ってるっていうね、エッグスラットというね、朝食を作ってみたいと思います。はい、エッグスラット。まあ、卵とね、こちらのジャガイモ、あとね、瓶を使ったね、朝食なんですけど、めちゃめちゃうまそうなんですよ。どんな味なのか、楽しみです。では、作っていきましょう。材料はこちら。調理開始。ではまずね、最初にね、こちら4等分に切ったじゃがいもを500ワットのレンジで3分間加熱していきまーす。はい、レンジにかけました。するとあちー、こういう熱いうちに皮を取りましょう。皮をこうやってね、包丁でスルスルスルっと取れますんで。で、このように皮を取りましたら、こちらのね、じゃがいもをね、潰していきます。これね、熱いです。このようにじゃがいもが潰れましたら、次はね、牛乳 50cc とこちらバターを入れて、もう少しね、ちょっと混ぜます。はい、でこれをまたね、別の容器に入れ替えまして、電子レンジでね、1分間加熱します。1分間加熱するとこのようになります。で、これをね、またさらにね、混ぜて1分間もう一回ね、加熱していきます。1分間加熱してこのようになりました。ここに塩少々、胡椒少々、ナツメグをしっかり振って味付けをしたものを、今度はね、こちらのね、瓶に詰めていきます。最近瓶はなんか流行ってるんですかね、そういう、アメリカの方では。そうするとね、このようにね、マッシュポテトがね、瓶の中に入ります。その次にね、こちらのね、卵をこの上にね、乗せるんですよ。ポトッと。おー。はい。で、こちらをね、このように蓋をいたしまして、10分間ね、お湯で湯煎していきます。では10分から15分湯煎しましたね。ちょうどいい具合にできました。ではお見せいたします。せーの、パカーン。ほらー、めっちゃ綺麗にできた。ここはポテトで、上には卵があって、これがね、このパンと混ぜるとすごくね、美味しいらしいんです。うわ、すげえ。で、さらにここにね、パセリをこうね、乗せると、一応最終的に完成ということです。はい、ということでこちら、エッグスラット、完成でーす。はい、ではこちら完成したエッグスラット、いただきまーす。このようにね、トーストにつけて、食べるみたいなんですけど、いただきまーす。うん、うめえ。めっちゃうまいっす、これ超うまい。なんか熱々のトロトロの、すごくね、ポテトと卵もふわふわで優しい味ですね。すげえうまい。本当にね、朝ごはんにちょうどいいね、軽さの食べ物です。すげえうまい。これ本当にハマっちゃいそう。最高。はい、ということで今日はね、ロサンゼルスでね、今大人気の朝食エッグスラットを作ってね、ご紹介していきました。得点で言うと本当にね、120点は本当にいくぐらい、本当に流行るのがすごくわかる、そういうものでした。はい、ぜひこちらね、皆さんもね、作ってみて食べてみてください。本当にうまかったんで最高でした。はい、ということで今日もね、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。またね、なんか美味しそうなものがあったら作ってみたいと思います。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。